はい、こちらドミノピザの現在発売されている桜ピザというものでお花見したいと思います。花見桜というだけあってかピンク色のトッピングがいっぱいです。前にタピオカピザっていうのを出したことありますけど、それに似たようなものだと、あと同じピンクで桜モッツァレラボールというのも食べていきたいと思います。ではまず本命のピザからおどどボロボロこぼれるか、これは早く食べないとピン桜が散っちゃうかも。ではいただきます。食べるお花見もいろいろしてきたけど、去年はしてもドミノピザの桜ピザは今まで食べてきた食べる桜の中でもトップレベルの美味しさかもしれない。じゅわっと広がってくる春の香りて、その中でまったりとってとけんし、一応食べるチーズが本当にすごい。どうも、よし、今まで食べられる。どうなってるんだ。一方でチーズボールは、ね、詳細はこの後すべ。ごちそうさまでした。まず、桜モッツァレラボールについてなんですけど、こちらは特に桜春らしさは感じなかったですね。確かにピンク色で塗装されてはいるんですけど、食べてみるとなんか、まあ、良くも悪くもシンプルで美味しいチーズフライで、ちょっぴり香、なんか香料、香辛料な、香味野菜っていうかな、香味野菜か何かの香りはするのですが、桜や、一応など春を感じるような味は特になかったです。なのでけど名前をつけてるだけで桜はいまいちかなと思いましたね。一方でこちらの桜ピザ、本当にこれは今年2024年に食べてきた食べる桜商品の中でも一番と言っていいレベルで美味しかった。まずいちごの果肉あるいは果実が中に入っているのは全体的に甘酸っぱいスイーツピザになっているんです。で、チーズクリームもちょっと甘めになってるんですけど、ほんのり塩気も効いてるので、それが余計に甘酸っぱさをぐんと引き出していて、ところどころにあるタピオカらしきものを噛んだ後にくる、じゅわーっと広がるイチゴの甘酸っぱさとよく合っていて、イチゴでさっぱり食べられて、チーズも甘めだけど時々塩気が来て、味を引き出しているという、とてもいいバランスに仕上がっているピザだと思いました。主食ではなくスイーツとして食べるピザとして本当に美味しかったです。こういうピザもレギュラー商品にしてほしいな、どうかお願いします。というわけで今日食べた桜ピザはもう文句なしの甘酸っぱさがじわっと広がってきて美味しかったので6点とさせていただきます。それでは短い夜、後悔するのを止められず、短い夜の間に後悔してもどうにもなりませんよね。というわけで本日はドミノピザの桜ピザを食べて、お花見を満喫してみた動画でした。で、すでにお気づきだと思うんですけど、ちょっと部屋片付、撮影部屋別に変えたわけじゃないんですけど、ちょっと片付けまして、撮影の、画面に映ってる構図というのですか、画角というか、を変更いたしました。まあ、前の状態で撮った動画のストックもかなりあるので、しばらくはその二つが、いや、しばらくという当分の間は、その二つが入り混じることになると思います。あと、ちょっと思うところがあって、カメラも変えたんですよね。ちょっと、まあさすがにバンドお金は出せなかったね。パナソニックさんのサブスクで、まあ借りたというか、買ったというか、数回払いにしたという。なので、また、画面の綺麗さも変わっていると思います。新しいカメラや、
撮影風景ともども今後ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。